歌劇場への招待でございますね。こちらは匿名の依頼になっております。また匿名？多分ですが、あの方ではないでしょうか。あの方？カップに手をつけないままに紅茶を飲み干したお客様でございます。クリスか？歌劇場は国庁発生区内にありますが、この依頼は教皇庁の検閲を通ったものですので、危険はないのではと。わかった。浄化開始。音楽で出迎えか。なんか調子狂っちゃうな。クリスはどこだろう。あっちってことかな。ありがとう。来なさい。
なかなかやるね。なかなかやるね。これでどう
クリス、どこだろう。ようこそ我が歌劇場へ。今宵上演いたしますのは闇の調べ。長らく失われていた楽譜が奇跡的に回収できたため上演の運びとなりました。この作品の上演は偉大なる作曲家我が師クリストフの夢でございました。演ずるはこのクリストフォロスとロジエ伯爵、そして楽譜の回収を手伝ってくれた汎用の騎士アーナス城にございます。クリス、何を企んでるの。アーナス、お前には命がけでヒロインを演じてもらうぞ。それが生きながら焼かれた我が師クリストフと劇団員たちへのせめてもの鼻向けだ。指揮棒集え魔楽器たちよ、さあ共に奏でよう。バレエもらったで。はっくだ来た来なさい。ふっほっでふっとくだ暴れ。ふっはっふっふっさ覚悟ははっよふっ暴れ。ふっは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 っなかなかやるね。来たはっかけるな。曲には消えてどうだ。はっ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 もらった。はっ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 なかなかやるね。私一人だ。ブリッジュータ、ステイ、ハッ、ステイ、ハッ、ハッ、ハッ、どうだ、ステイ、
殲滅する。超拡大よ。思い出すな、あの日のこと。こんな風にみんな容赦なく叩き壊されたんだっけ。クリス、教えて。この場所で何があったの？昔、世界に降り注いだ青い雨は、触れたものを邪妖に変え、世界に大いなる混乱を招いた。けれども、青い雨に触れても、人の心を失わない者たちは、わずかながらいたんだ。我が死は、混ざり物を集め、とある無人島へ移り住み、芸術的観点から邪妖の研究をした。そうして生まれたのが、楽器型汎用、魔楽器オルガノンだ。そうして、いつしか島は、妖魔と人の共存する自由と芸術の島となった。それは、憎き教皇庁の連中が、邪教として焼き払ったのだ。忘れようとしていたのに。アーナス、お前があの楽譜を見つけたりするから。やめろクリス。はあ、思い出した。闇の調べのアリアはこう書き換えられたんだった。お疲れ様でした。お嬢様、どんなに大切な記憶でも忘れた方がいいことってあるのかな。忘れた方が自由に生きられることってあるのかな。そうでございますね。幸せだった過去の記憶が今を蝕んでしまうことはあるでしょう。ですが、それも含めて人生です。生きてきた記憶の積み重なりがその人自身なのです。無理して忘れることはないと
私は思います。そうか。ですがこれは私の意見です。お嬢様にはお嬢様のやり方がありますよ。魔法陣は？クリス？ご機嫌いかが？混ざり物のお嬢さん。復活したんだね。あら、ご存知？久しぶりに体が壊れるほど暴れたようね。よく思い出せないけれど。思い出せない？私はどうやら作られたようならしい。壊れて蘇るたび体は強靭になるが記憶は薄れてゆくのだ。いずれ私を作った者や仲間たちのことを調べられたらと思っているよ。そうか。君の望み叶うといいね。そういう優しいところが憎めないのよね。というわけでこれからもよろしく。うん。お疲れ様でした。支配人、いつもの。何かいいことがございましたか？それとも悪いことでございますか？うん、ちょっとね。いつか記憶を取り戻してクリスが私に尋ねたら全てを話そう。ごちそうさま。おやすみなさい、お嬢様。